お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もクラッシュロイルやっていくんですが、今日はですね、こちらキョスケクローンデッキやっていきたいなと思うんですが、今回のバランス調整でなんとね、このデッキ3枚ぐらい強化されてます。キョスケがタワーへの爆破ダメ2倍で、ムートが壊れて大砲になってからの攻撃速度が 10% で、オーブンが、まあ、言っちゃえば際どいラインかもしれないんですけど、まあ、僕の中ではミリ強化だと思ってるんですよね。ミリなので、まあそんだけ強化されたね、カードいっぱい入ってるこのデッキ間違いなく強いでしょうというわけでやっていくんですが、あのほとんどの方は知らないかもしれない、ネクロマニアぐらいな方、マジでネクロを愛してやまない方ぐらいしか知らないかもしれないんですけど、1個前のねバランス調整で多分ネクロ強化されたんですよ。最初のスケルトン産むまでが早くなったとか、多分そんな感じだったかな、具体的に覚えてないんですけど、めっちゃ知りてえな、なんかが強化されたんですよね。というわけで、まあ、言っちゃうとね、もうここ最近強化されたカードしか入ってないんですよねっていう、多分最強最強なんじゃねっていうデッキやっていきます。でこのネクロの枠が結構悩んでて、なんかネクロじゃなくて別にダクネでもいいし、マザーネクロでもいいんじゃないかなと思ってるんで、この後ねその他のネクロでも試してみたいなと思います。さあコカッちゃんです。いやコカッちゃんってもうなんかこういうねブッパがきついんですよ絶対。行ってこーいって感じで、もうクローンとかもねかけちゃってホバリングね無双しますよ。いやいいウッドですね、いいウッドだけどこのホバが強いですね。相手ロケなので僕のねこれホバリング、あとはムート、だったりこのネクロとかもね結構きついと思うので、積極的にまあクローンしてぶっ破していけばなんとかなるんじゃないでしょうか。でネクロをちょっと最初に採用した理由も一つあって、そのダクネだったらマザネクにコウモリめっちゃ豚にされるよねって思ったんですよ。じゃあネクロとかの方がいいかなと思ったんですけど、よく考えたらネクロもスケ産むから全部豚にされちゃうんですよね。ってなった時になんで俺ネクロにしたんだろうっていうのをちょっと思いました。マザネクとかでもねめっちゃ強そうな気がした。さあでロケが来そうでしたね。一回待って、今ロケ使ったから結構コストがないだろうっていう攻めもねしたいんですけど、まあロケ使った後なので一旦後ろからね組むのもありですね。さあちょっとだけエリアド取ってると思います。でユニットぶっ破したいんですけど、もしかしたら両サイドに振った方がいい可能性もねあります。まあ、一旦待ってね。相手のプリンセスが僕からしたら嫌ですよね。さあそこそこにね嫌ですね。高めテスラ、今テスラ使ったターンなので言っちゃえばチャンスなのかなっていうのもありつつ、プリンセスがやっぱいないタイミングも狙っていきたいですね。よいしょ。もうユニットね、後ろから裂いて裂いて裂いて、もうね、待てばいいです。待てば、僕のターンが来ます。よし。さあ、もう、こうやってね、いろいろね、追加してあげて、クローンとかもやっちゃってね。わ、いいロケや！すべてに当たってる。すべてに当たってる。いいロケ。クローンでね、キョスケ相手のタワーに届けれたら激アツなんですけどね。よいしょ。さあまたね後ろから組んでいきます。無理する必要はないですね。後ろから後ろからを繰り返していけばいつか僕のねターンが来ます。もう待ちます、待つしかないです。こういうところですね。相手がプリンス使ったで、プリン使ったら普通はきついよねっていう。さあクローンとかやってあげてね、ゴリゴリにいってあげてえな。であのプリンはムーとかちょっとね時間稼ぎしてくれてるんで。さあでプリン咲いた、ここちょっとチャンスかもしれないですね。なぜかっていうとプリンは今2連続で咲いてるので、今相手はプリンセス守れないんですよ。一番後ろにプリンが来ることがないんですよね。だから結構チャンスだから、ムート残って、今の話の流れで残って、でちょっとロケ当てにくい位置ぐらいに出してあげて、これもちょっと引っ張ってあげてえな。引っ張って処理してあげつつの熱いからのここでクローン。そしたら相手はロケット打てずに、おいいナイスナイスナイス、頑張れ、いっぱい頑張れ、ナイスナイスナイスです。おっ、来たぞ。おい、危ねえですね。これ、矢の雨とかだったらね、もっと枯渇とかに戦えるのかなって。
思うんですが、トルネだとウィザードであったり、まあそれこそマザーネクロとか後ろの方にね残るユニットに対して万能なのかなと思います。まあ両サイド振っちゃえばどっちでもいいっていうのはねあると思うんですが、さあ次マザーネクでねやっていきます。マザーネクこれハマれば爆発強そうですけどね。オーブンとかホバにファイブを使ってもらって、キョスケマザーネククローンするだけで無限に豚が出てきそう。さあラバですね、ラバかオーブン同サイド来たかったっすね。これも無視されてっていうのはちょっと嫌な流れな気がするんですけど、まあ攻めてあげてね。でホバにファイブ使わせて、もうマザネク、マザネクゲーしたいな。さあ早めに出しようかな。でバルーン来たらもうどうにもできないっすよねこれ一応キングキドだけ狙ってって感じかな。キングキド狙ってその後にマザネクを出してあげようか。よし、さあで出してあげて豚がねいっぱいできますでホバがイカれるものの、イカれるものの豚がいっぱい出るからいいんじゃない。あパピー、お前余計なことした。ちょっと待って、今ラバパピーがマザネクがせっかく豚作ってたのに余計なことして、ちょっと待って、これなんとなくクローンしときたいっすよね。今ヤナアメ使ったんですよ相手が。でザップを使ったかまだ覚えてないんですけど、ヤナアメ使ったからいっぱい、お待って、ナイスナイスナイス、熱い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 、それは激熱。これ陸じゃなくて空で対応してくれたらね、めっちゃ熱い。ムートが入る、しかもキョスケの爆破ってこれ2倍になったんですよ。いやでも前回ミリだったからな。これどんぐらい削るんですかね。2400からさ1200ぐらい削った。次キョスケの爆破が入ってくれれば優秀ですね。もう勝ちだ、折れるっすね。オーブンがファイスピ出る速度が速くなったよ。速くなってそれか、もうちょっと欲しかったな。さあこのオーブン壊れたのは痛かった。低めに置いてもよかったかもしれない。で僕が、まあ、負けるパターンって言ったらもうね、キングバルーンキングに吸ってキングおられるとか、キング行かれることだと思うんですよ。だからまあキング行かれないように頑張りましょうか。で穴あめだったのでホバもマザネクも無限に生きるっちゃいける。であれ地味に厄介だから、もうほんとスケバレとかでね蓋しちゃってもいい気がする。でもクローンまでやって、ここにヤナアメとか使ったら僕のねこのマザネク最強だよねっていう。でディガーが飛んでくるぐらいなので、それはねもうキョスケでフィジカルナイス。でこのディガーもね豚にしてもらって、あざす。でバルーンこれホバとかでいいか、ナイス。これホバがやばい、ホバが待って待って、やっちゃったホバがインドあっち攻撃しちゃった。これでもさ、もうクローンでゴリ押せない。キョスケがタワーに、あキョスケ、キョスケがタワーに届いて、キョスケがタワーに届くんじゃね。あ届いた、ナイス。壊れたムートがめっちゃ強いんですよね。いやムートが頑張ったのか壊れたムートがめっちゃ強いから、クローンしたらもうほぼ壊れたムートじゃないですか。一発受けただけでクローンムートは壊れたムートになるので、その壊れたムートがバカ活躍してましたね。壊れてたのかな、多分壊れてましたよねっていうね。あーダクエに帰るの忘れた。いやでもマザネク型も結構いいかもっすね。なんか最初にマザネクを出さずにやっぱオーブンとかホバリングで攻めれば、相手がそこに基本的にはスペル使ってくれるんだよね。そしたらもうマザネクパーティーっすよ。出してクローンかけるだけで大量のね殺戮豚兵器デッキになってしまう。さあマジャチャヒースピ人技デッキかな。陸で攻める、あとエリババとかムートとかその辺がね入って、あいつやっちゃうんだよ、やっちゃうんじゃない、やっちゃうんじゃない。でもインダルとかいいのかな、これタルババとかいいのかな、クローン、あーこれな一回ステイでもいい気がするな。うん、キョスケ待って、いや届いてねえよなあれミリ。うん、爆弾もうちょっとでかくしてよかったんじゃない。キョスケの爆弾範囲 1.5 倍とか強化来たら爆発強そうだけどな。ね、相手のユニットには弱いけどタワーへもっと届きやすくなる。キョスケ攻撃力強化が前回あって、今回、タワーのね、タワーへのダメージが2倍の強化が来たんかなっていうので、結構タワーへ爆破を届けたい、修正が来てるんで、まあ、もしかしたらないこともないよねっていう。爆弾範囲、広く、いやーまあ今回ちょっとインドラがね、厄介で、インドラはもうクローンでボコすしかないですね。うん。なんかすごい今変な感じがしたな。スケバルとかつけてもよかった気がするけどな。アイゴルとか。タルババ。タルババサイトだから、あ、これでも壊れて、タワーに届いてはないか。うん。
キョスケ結構大事っすね。相手のインドラにボコされちゃうんですよね。なんで、タイミングはむずい。あと、キング起動もできるなら狙いたいんですよね、僕は。まあ、相手がさっきみたいにファイブをね、ガンガン使ってくれるとありがてえな。さ、積極化です。積極的に攻めてくる。で、まあ、ファイブ打ってくる。次かな。ここ、マザネックラ入って、結構熱い気がするな。で、片サイド行くのか、両サイド行くのか、論があって、キョスケ君はやっぱ片サイドでブッパしたいんですけど、今回みたいにマジックアーチャーとかいると、全然ね、思うようにいかないもんなんですよね。よし、まあ、いっぱい豚作れるし、と思ってクローンしたけど、バカ弱いっすね。やばいやばい、待って待って。マジでやばい、マジでやばい。マジでやばい。透明なマザネック。頑張ってくれ。いや、マジでやばいっすよね。これ。本当に。で、ホバにファイボ？ホバにファイボ？打ってきた。ここかな？ここ。ここちょっとある気がするんだけどな。残れ。いや、残らんのかい。残ってくれや。で、クローンも欲しいな。タルババ？タルババ使ってくれるんじゃね？よいしょ。いや、マジでワンチャン。事故る、事故る、事故る。いっぱい豚作って、いっぱい豚作って事故らせる。ここにファイボ使え。ここにファイボ使えば、もっと熱い。その次もう一回ケツマザネックから入りやすいので、ちょっと高めホバとかでね、プレッシャーとかかけつつ、ちょっと高め高めでね。いや、いい、頑張ってる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 。で、マザネックつけて、豚作れ。で、いや、いい、流れめっちゃいい、流れめっちゃいい。で、クローンして、さっきファイブ使ったよね。ないよね、君。おっきいきいきいき、気をつけ、歩け。いや、もっと欲しい。豚とスケバレのクローン。いや、で、マザネック、これ豚になる。おい、来た。ナイス、豚。これは、多分、マザネクだから勝てた説結構あると思うんですよね。まあ、こういうのに強いですね。やっぱ自己要素がマザネクだと一段と高い。ね、ダクネでもまあ自己要素高いですけど、どんどんマザネクの豚がターゲット取ってくれるので、こう、後ろのね、まあ、ムートとかホバとかがめっちゃ長生きするんですよね。それがね、マザネクの強すぎる部分ですよね。さあ、ダクネね、ちょっとやってなかったので、ラストね、ダクネでやっていこうかな。まあ、ダクネも強いっすね。キョスケダクネ、ほんと組めばいいみたいな。そんな感じがする。さあ、スケバレ、後ろ。後ろから出した方が、キング起動されにくいです。前からやっぱ出すと、その瞬間に、あ、キング起動しようと思って、相手がちょっと待って、2コスぐらい捨ててキング起動するんですけど、後ろスケバレだと、相手が無視してきたら、あ、キング起動しようとしてるなってわかるから、すぐこう、ユニット追加されて、キング起動できないのに、できるんですよね。だから、後ろスケバレが結構強いんですよね。これ、ムーとエレキ攻撃してくんないかな？おい、ムー、エレキ、ランバー、ベビー、ロイジャイかな？そう、オーブンロイ来た。これちょっとファイスピ邪魔な。ファイスピこう、飛んでから行こうか。そう、オーブン対決ですね。で、相手はライトニングかファイボかなんですけど、まあ、多分ライトニングですね。で、ライトニング使ったので、これめっちゃチャンス。キョスケだけね、クローンすれば、それだけでね、ゴリゴリ。だと思うんですけど、ファイスピー結構厄介だな。範囲が広くなったんでね、結構クローンメタになってる気がする。うん。さあもうね、クローンするだけ。するだけお得ゲーミング。いや、このファイスピーでも一発だもんな。そう考えたら。え、めっちゃいい防衛するというか、そんな守られる？もうちょっと決まっていいやろっていうね、ムートとか出せた方が熱かったのかなっていう、ホバとかね。さあ、まあまあまあ、気を取り直してオーブン置いていきますか。で、オーブンにもう一回ライト打ってほしいね。打ってくれたら次こそ2倍タイム入るから、もうワンパン劇場が始まる。さあ、これは飛び合うぞ。飛び合う、仲良し、ノーダメ。まあ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 。これぐらいはいいでしょうと。さあ、キョスケから入りましょうかね。入って、相手は多分ユニットから。おい、攻めてくる。ちょっとムートとか出しちゃったね。守りたいっすよね、僕はこれ。で、ライトニングもちょっと警戒してね、透明な位置に出しつつ、で、ユニットだけの、いや、ライトとかもちょっとだけ気にしてね、これまあ一旦クローンしていいんじゃない？一旦クローンして、残ってる、熱い熱い、エレキバカ嫌だな、俺。お、トレボーも外してるけど、エレキがいるんですよね、これ。そう、このエレキが嫌ですけど、この流れ、今のコストの流れがめちゃくちゃ良くて、よし。さあ、で、防衛ライトとかをね、相手は使うのかどうかっていうところですけど。さあ、防衛ライト使った。で、ここでクローン来てえな。今結構コストねえはずだからな。いや、マジ残れ、来た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 。これ、
これ止まらんでしょ。キョスケ届いた1200ですよ。さっき1200いった。熱い。ナイスナイスです。なんならこのままご利用したいけどな。一回待つか。一回待ちます。ちょっとね、ひよったっすね。で、オーバーのロイジャイ警戒してね、ちょっと内側とかに出して、いや、バカ流れいいっすよね。バカ流れ良くて、ここね、ユニットから行った方がロイジャイ来た時に守れる。で、もしかしたらライト来るので、ユニット固めまくってね。で、なんならライト来るように今ユニット出さなくてもいいかもしれない。うわー、いいライトされた。いいライトされたな。クローンぐらいいっとくか。クローンぐらいいっといてもいい気がするんですね。やっとくだけ損ないというか。爆破で、さよなら。まあ、これを繰り返しですよね。繰り返していったら、いつか僕のターンが来る。で、あれ、トルネで剥がしてえな、ちょっと。結構痛いんですよね、これ受けたら。で、もしかしたら、ダクネが先般なのかもしれないよなっていう思いが、さっきから、ちょっとあります。タイミングずらしていきましょうか。ダクネのせいで狂ってるまだる。まあ、クローンとかしつつね。で、これ、ムート、こういうのもエッチじゃないですか？さっきまでだった。急に立ち回りを変えてね、熱い。同じクローンデッキですけど、立ち回りをね、変えつつ、で、さっきので、相手は警戒してね、ロイジャイの出す位置を上にしてきましたね。いや、耐えろ。耐えてくれ、マジで。耐えてくれ。キョスケ残してえな。キョスケ残したくて、行く。で、ムートで、さあクローンして、いやクローンなんか絶妙に下手だな。いやでも入ってんだよな。入ってるのは入ってる。さあ防衛の意識、さあキョスケ蓋して、オーブンをね逆サイドに出せば相手のライトを避けられる。よし、熱い。これあるな。で、残り時間少し、あと少し、もうクローンして、あと祈る。真ん中ムート、これ絶対無理。ライトで負けちゃうんで、せめてオッケー。危ない、ナイス。いや、これは意外とダクネが行きましたよねっていう。ネクロはもしかしたら一番いらないのかもしれないですね。マザネクとかダクネの方がやっぱクローンがね生きてくるけど、クローンで攻めて失敗した時に防衛のね、まあネクロが多分一番安定するのかな、マザネクと。というわけで、まあ、このまあネクロ枠は本当好みでもいいんじゃないかなって。まあ僕はやっぱマザネクがすごい一番しっくりきましたね。なのでそこはお任せするんですが、結構ね、今期普通に使えないことはなさそうな、全然もっと流行ってもいいんじゃないかなっていう、このキョスケクローンデッキ、皆さんも使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。